黒カビってね、ここまでの黒カビになれば、カビって酸性の汚れなんですよ。だからアルカリ性で落とすんですけど、黒まで入って黒のカビになってくると、普通のアルカリ洗剤じゃ落ちないんですよ。次亜塩素酸洗剤。おお、すごい。まあまあ細かい汚れはいっぱい残ってるから。で、今ちょっと開発中の洗剤あるじゃないですか、あれのあれを振ってちょっと置いてみて、どういう変化が起きていくか、ちょっと実験しながら。めっちゃ取れた、綺麗に。めっちゃ取れるよ。すごいね、これ。これすごいでしょ。パッて置いただけでこんな綺麗な。すごいでしょ、これ。これめっちゃ、わざとっぽいあれかもしれへんけど、めっちゃすごかったんですよね。ハウスクリーンだよ。あれ、それはあれ、開発してる洗剤第2弾。第2弾。第2弾。ちょっとまだ発売は分からへんけど、試作品カビ取りジェル。ここの縁だけ、浸透しやすいってやつ。どんなもんなんかなと。カビ取り専門とかじゃなくて、カビ取り専門、カビ専門。黒カビってね、ここまでの黒カビになれば、カビって酸性の汚れなんですよ。だからアルカリ性で落とすんですけど、黒まで入って黒のカビになってくると、普通のアルカリ洗剤じゃ落ちないんですよ。次亜塩素酸洗剤。次亜塩素酸が入っとかないとダメで。こんなもんなんだな。もうこれぐらい軽く取れるような汚れじゃないとあかんのかな。なんかやっぱカビって吸着させて取るんですよ、汚れを。全然ダメ。これ全然ダメです。全然ダメです。まあまだ1回目の試作段階なんで。こすらな取れないけど、こするんがめんどくさい。結局掃除って多分ほんまになんかめんどくさいと思うんですよ。一番は掃除やってて楽しいけども、掃除やろうっていう気持ちになるのもやっぱりスイッチ入れなあかんし、こうやってもう一生懸命ゴシ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 するのもやっぱめんどくさいじゃないですか。だったらなるべく体に害が絶対出えへんのは絶対ですけど、それでもちょっと強めの洗剤でやっぱりゴシゴシせんでも取れるってなったら楽じゃないですか。例えばもうこれでこうシュッシュッシュッってやります。はい、ゴシ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 って、だってこの時間って掃除に時間取られるわけじゃないですか。例えばですけど、こうシュ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 ってやって、その間パーってなんかできてて、帰ってきたら綺麗になんか水で流すだけで取れるってなったら超楽じゃないですか。その間なんかできるじゃないですか。っていうのが多分一番ちゃうかなと思うから、まあやっぱ多少はゴシゴシは必要だと思うんですけど、あんまり掃除しなっていう風に気合い入れんでも楽にできるような洗剤を開発中です。って言いながらもう1年以上経ってるから、でも今10月の段階ですけども、ボトルも出来上がって、で週明け、今今日は土曜日なんで、週明け月曜日にも完全に発注かけるんで、で実験ももう全部終わったんで、容器のテストも全部終わったんでやってですね。でもなんか1個作るってすごい時間かかるなと思います、うん、やっぱり洗剤もね、極力家に何本もあるの邪魔じゃないですか。邪魔、うん、何種類もあったりして、用途の使い道とか。だからまあなるべく少ない洗剤で家の掃除が賄えるようにしたいっていうのがあるんですよね。まあ最低4本かな、やっぱり洗剤で。アルカリ洗剤、中性洗剤、で弱酸、まあ、酸性の洗剤、サンポールとかがなるんですけど、それ水垢とかトイレの尿の汚れなんですけど、でカビの洗剤、まあ、この4つは絶対必要ですね。期待してもらってます。でもこれいらんのも、それもいらんと思う。一旦水やってカビキラ軽く振って擦ると思いますね。一旦擦って
強いカビだけちょっと取ってしまってから多分ちょっと先のカビ取りジェルできついところとかやったらキッチンペーパーとか貼ってちょっとしばらくここにすると思います。閉めていきます。まだ後ほどです。さっき放置して取られへんかったんで、まあ、こんな感じでちょっとこすっていって軽めにちょっと大まかな取られへん汚れを削っていくじゃないけど、こんだけこすってもやっぱ取りにくいじゃないですか。ちょっとこれで削っていくしかないですね。今はだからどっちかやったら多分あんまり洗剤が効かない感じかなと。これでいかんと取れないんでね、やっぱどん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 こういう感じで。カビはふやかしてっていうか、ふやかすもいいんやけど、なんかちょっとあんまみんな嫌かもしれないけど、こういうふうにもう膜張ってもうてるから焦げと一緒。なんぼ例えばふやかしたとしてもその膜の上でふやけるだけやから完全にゴソッと取れないから、そういうことか。ある程度やっぱりこすっていかないと無理かなって、そっからまあしばらく多分ふやかしてもいいやろうけど、でもここまでいけばもうこすっていこうが多分早いと思いますね。まあちょっと進捗あってからまた言います。ちょっと綺麗にこすりますわ。一旦30分後ぐらい、30分後ぐらいやったらちょっとマシだけど、30分だった。まだ何分だ。多分15分ぐらい。15分ぐらいか。あ、めちゃくちゃ、こっちはもう段取りしてる。おー、すごい。まあまあ細かい汚れはいっぱい残ってるから、まあでも結構なんか試してるけど吸着力はあるから、この洗剤、全然全然なんか落ちてけえへんから、細かい汚れはこっちちょっとやって、15分しか経ってんかったらあんま変わってなく、いやでもここは、ま、むちゃくちゃ綺麗な。マジ？うん。あ、すごい落ちるね。うん。でもまあね、ブラシ使ってるからな。ブラシ使ってたら大体何の洗剤でも、言うたらもう膜張ってるだけやから。ああ。うん。大体これ。30分後に来てほしかったな。あんま変わってへんように見えるやろ。大体切る。もう、ここまで切れば早いですよ。風呂の中がな、ちょっと赤カビがなかなか取れるなと思って。ああ、うん、全然最初に比べたらもういい感じ。7割ぐらいは取れてんじゃない。取れてるかな。7割8割ぐらいは取れてる。マジ最近さ、友達がめっちゃ喧嘩してた友達がおって、で、最近仲直りしてんやけど、実は EV の動画をずっと見てくれてたみたいな。へえ。仲直りするときにお前が言ってた反対の性質で洗剤を落と、反対の性質で汚れを落とすっていうのはあれはやばいんだったって言って仲直りして、ああそうなんや。そうそう、なんか嬉しかったなと思って、あ、見てくれてたんやと思って、なんかちょっと役に立ててるんかなって思えば、超なんか元気出るなみたいな、頑張ろうみたいな、なんか人様のお役に立ててるんであれば僕たちかっこいいなってちょっと思います。嬉しいしかっこいいなって、かっこいい仕事やなってちょっと思うかなって思います。ふとした喋ったことが少しでもね、別に一人でも二人でもそうやって役立ったって言ってもらえたらめっちゃ嬉しいなと思って。カビとホコリが混じってるやつやから。あー、なるほど。そう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 、でもこれ金具のとこは取りやすいんやけど、やっぱりなかなか他の部分もうちょっとかな。今日あるからちょっと振ってみよう、全体的に。
か、まあ、なかなかここまでのカビって掃除することないかもしれへんけど、普通の人は多分絶対ないですよね、絶対、まあ、この強アルカリでどこまで綺麗になるかですね。カビも早ければ早いほど落ちやすい。そうそう、赤いカビは落ちやすいですね。でここまでちょっと古くなってるとなかなか落ちにくいですけど、あとはパッキン、パッキンとかはなかなか落ちにくいですね。どうでした？いや、めちゃくちゃ綺麗になってました。綺麗かったですか？いや、でもちょっと課題が見えましたね。うちの洗剤のカビ取りジェルはあれはダメでしたね。まだまだ。キッチンやっていきます。ホコリがすごいんで拭いていきます。工程としてはどんな感じですか？工程としてはまずホコリ分空拭きじゃなく拭いて、で今ちょっとあの開発中の洗剤あるじゃないですか、あれのあれを振ってちょっと置いてみてどういう変化が起きていくかちょっと実験しながらアルカリ性洗剤で攻めていきたいと思います。キッチンはこれだけでもすごいと思う。めっちゃわざとっぽいあれかもしれへんけど、うん、めっちゃすごかったんですよね。すごかった。すごいでしょ。伊達に開発に1年半もかかってた。大まかな汚れもだいぶこれで取れたもん。よかった。いいやろ。俺ここもめっちゃこの壁がすごい。すげえやろこれ。これほら一吹きでこれ。実はノブが実際使うのは初めて。振ったところ、ここちょっと油汚れなんで、こびりついてます。ここ一吹きでこんだけ切れるんですか？だってすごいよ。すごい。なんかよ、めちゃくちゃ楽、これ、ほんまに。さっと拭くだけで、これ、こんだけの油が落ちてるんで。最強。最強。言うても多分、中性でも多分これ、そこそこ取るわけだよ。
素手で使える洗剤。ああ、気のせいやつ。ヒアルロン酸とか、ヒアルロン酸、アロエ、何だっけ、もう一個言う、コラーゲン入ってるやつ。いい匂いするし。洗剤がすごいのが、タオルの汚れもすぐ落ちる。あ、本当だ。ねえ、あんだけ汚れたのに。いや、嬉しい。嬉しい、嬉しい。バリジガジさん。カジカクブ。これは。あ、でも実際の現場で使ったんで初めて飲む。僕は初めてです。で、しかもこれもう本域の汚れじゃないですか。もう、うん、ずっと重なってた。何年もの汚れを放置してたやつ。この一服で取れるってすごいですよね。すごい。だから日々からこうやってさっと汚れたらさっと拭くっていうのさえしてたら大丈夫だよ。うわっ、ここも取れた。めっちゃこびりついてたとこ。めっちゃ綺麗な手ですね。うん、ここもここはちょっとやっぱ、あ、でもそれでもすごい取れる。おお。すごい。わざとらしい。なんかほんま信用できへんかもしれないし、すごいっすね。騙されたと思って、うん、ほんま使ってほしい、これ。こんだけの汚れ。すごい。普通の通販番号で疑ってることじゃないですけど、ほんまに汚れって作った汚れなんかなと思いません、たまに。でもこれは正直言ってもう何十年と放置されてた汚れが一瞬で取れるっていうのがすごい。油、うん、汚れってそんな簡単に布で落ちないですよね。うん、落ちない。何にさーってやっただけなの。ちょっとまあ汚れてますけど、ちょっと感動。マジで粉ってちょっと振っただけなの。振って置いただけでかなりの汚れが取れたので、やっとですね、中はやっと終わりました。長かった。26年分の汚れが取れていってますね。26年。ちょっと年数は適当に言いました。綺麗になりました。
すいません、お待たせしました。ちょっとじゃあ確認してもらっていいですかね。まず入っていただいて、で、服、上積み持ってたやつと、あと段ボールとか収納ケースは中身だけ空にしてそのまま置いてます。でタンスもこの上の部分だけ触らずで、ちょっとクリーニングはこれで、お手洗いのも見てもらって、こんな感じですね。はい、でクリーニングした部分、あとキッチンとこんな感じで、あ、はい、はい、であとこっちの部屋がスーツケース置いとくって置ってたやつが、これ、はい、中入れてるの、はい、あと CD ケース全部こっちに移動させてもらってます。はい、はい、でこっちのフローリングとここのフローリングもクリーニングさせていただいて、あと洗濯機が置いてるのと、はい、あとここも空になってますんで、あ、はい、はい、どうですか、久しぶりに。何年ぶりぐらいですか、この何もない状態を見るの。本当に何もない状態は引っ越してきてからこの30年ぐらいは経ちますね。久しぶりに見てみてどうですか、この空間を。そうですね、なんか広かったな、広かったんだなとか思いながらなんかこんなに綺麗になるとは思ってなかったので、ありがとうございます。一応これでもう一遍最初からっていうことで、うん、今ちょっと出かけてる間に布団とか多少とか思いながら見てたんで、これからとか明日休みなので、その間にまたちょっとずつ足していって、でもう一遍リセットできてよかったかなと思います。いいスタート切れそうですかね。そうですね、はい、これでもう大家さんにも怒られなくてそうですね。でも悩まれてる期間すごい結構長かったと思うんですけど。そうですね、うん、まあ一応ちょっと最初の時言わなかったですけど、これ空き巣入られてるんですよ。あ、窓割れてましたもんね、うん、帰ってきてみたら窓が開いてて、でただ中があんな状態だったんで、結局入ろうとした人も何も取れずにだとは思うんですけど、ただそれもなんか警察にも言えず、というかまあ何も取られてないからまあいいやと思ってたんですけど、まあそんなのもあって、でどうしようとかっていう、もうこのままでいいかって思う時もあったんですけど、やっぱこれじゃあなっていうのと、まあ大家さんに言われて、まあいい機会だったんで、これで壊れたものとかとも、まあ元に戻して。出たりとか新しく借りたして、窓も修理できません。そうですね、これで人並みの生活ができるかなと思います。よかったですなんか、うん、バカみたいだなとか思いながら今にして思えば、やっぱり生活スペースでやっぱここになってました。一番最初はここだったんですけど、途中からもう布団が敷けないような状態になっちゃったんで、ほぼほぼお風呂場の前というか、はいはい、ちょっと空間があったところ。そうですね、あそこをこうゴミを動かしながら、うん、やってたんで、でこう踏み越えていくっていうので、ちょっと自分も足が痛くなったりとか、足っていうか腰が痛くなったりとかもあったので、まあそれもなくなったし、よかったなと思ってちゃんと床がこんだけ空いたそうですねだからまあこれから一応ここにそのまま住むつもりですけど、うん、まあ何かあって引っ越すことがあっても、まあ、まあまあなんとかできるでしょう。荷物も減りましたしね。そうですねそれも含めてちょっとずつ、あとは片付けながら掃除しながら、うん、元に戻していこうと思います。ありがとうございます、はい。
まあ、悩まれてる期間がすごく多くて、長くて、いざ今回やっぱ業者に依頼するってなった時に踏ん切りついたこととかって何かありましたか？やっぱり億劫になってた部分あると思うんですけど。そちら あの YouTube とか見て悩んでる人というか、で他にもいるんだったら自分も一遍やり直そうかなっていうのが、うん、やっと思い切れたかなっていう感じですかね。でやっぱりすごい同じように悩まれてる方って実際めちゃくちゃいるんですけど、はいはい、なんか終えてみての感想とか、なんかアドバイスとかってなんかいただけたりしますか？悩んでる時はいつまでもうじうじ動かやないんですけど、動き始めたら昨日まではなんかかなり迷ってるというか、悩んだりもしてたんですけど、それもなく、終わってみたら、途中でちょっとツイッターとか見てたんで、はい、お風呂場見てそうと思いながら自分でもう昨日ちょろっとだけ残ってたやつでやってみたんですけど、取れないわとか思いながらやったんで、やっぱり持ちよう持ちようというか、お願いできるところもちゃんとお願いして、で踏ん切りつけて、あと自分がやれるところは自分でっていうようにした方が、お金はかかりますけど、最終的にはお金かからないというか、じゃないかなっていうふうには思います。なんかこんなに何もなくできるのってすごいなとか思うよね。はい、感動しました。ありがとうございます。すごく貴重な意見ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、じゃあ本当に今回はありがとうございました。当時からどうもありがとうございました。ちょっと抜けてしまいました。いえ、とんでもないです。どうもご協力していただいてありがとうございます。とんでもない。すいません、ありがとうございます。